パソコン届きました。はい、それでは、パソコンが届いたので開封式を行っていきたいと思います。実はですね、水曜日にパソコン届いてたんですけれども、まあ普段はねサラリーマンやってるのでなかなかセッティングする時間もないということで、金曜の夜まで待って、楽しみに、待ってました。ということで今回ここで開封式を行いたいと思います。でかいんですよこれ。手で言うと1、2、3つくらいですね。手の大きさ3つぐらい。開いていきます。保証書ですね。フロンティアの。あとはこの CD は何ですかね。Windows の Windows 10の CD か DVD ですね。でこんな感じで。感じで入ってますね。ご注意ください。という感じですね。はい、でかいですね。まあシンプルですね。なるほど。ちょっと外して見てみましょう。
まあめちゃくちゃシンプルです。はい。ということで、フロンティアのねパソコンが届きましたということです。はい。はい、ということでマルチインカムサラリーマンの八野誠でございます。いつもとね順番違いますけれども、はい。ということで開封動画撮ってみました。で、私が頼んだ購入した PC がこの今映しているものなんですけれども、ね、インテルの Core i7 の第9世代というのと、ボードチップセットが、インテルの、これか、H370 っていうやつですね。と 16GB のメモリーで、M.2 の SSD512GB。ハードディスクが 2TB ですけど、私はプラス 1TB、増やしてますと。で電源が、850W の電源ということで、89% で、購入しましたと。でですね、フロンティアさん、まだ、セールやってまして、今今度、先週までは夏のボーナス第3弾だったんですけれども、今週になって台数限定セールという風に変わってます。相変わらず安いですね。安いです。で、自分が購入したやつまだあるかなと思って見たらですね、全く同じのはなかったんですけど、これですね、まあ、旧世代の i7、16GB チップセット 370M2 の、SSD と。で、電源だけがね、私のやつは850W だったんですけれども、600W になってました。で、価格は、まあ、私と同じということでですね、まだまだ、売ってますので、まあ、私と同じものを買えと言ってるわけではなくて、まあ、他にもね、安いのも結構あるんですよ。ね、これなんて、Core i7 の、ね、第8世代で 8GB ついて、SSD もついて、76,000なんて安いですよね、ノートパソコン。さらにですね、そんな Core i7 なんていらないよなんていう人にはね、もっと安いのが、あったりします。こちらにはないかな。これ、まあ、Core i5 の高いの、ボードついてると高いですかね。今ですね、でもう一個ですね、キャンペーンやってるんですよ。台数限定セールっていうのの他にウルトラ魂セールっていうのもやってまして、こっちがまたさらに安いですね。あれも、これもあれもそれもどれも破格と。ね。結構安いです。これなんて i5 でグラボがついて75,000円とかね。この辺になると、まあ i3 ですけれども、ね、5万円切ってますと。そうですね。5万円切っても買えますよ、パソコン。こちらは i5 でも54,000円なんで、あ、こっちの方がちょっといいかもしれないですね。早いので。はい。こんな感じでね、安いですね。はい。安く売ってますので、はい。私が買ったから、まあ、おすすめするっていうわけではないんですけれども、まあね、フロンティアさん安いので、まあ、やっぱり、こうね、自分が買うとちょっと愛着出るので、進めたくなるっていうのが人間だと思うんで、ね、もちろん、マウスコンピューター買った人はマウスコンピューター進めるだろうし、デル買った人はデル進めるだろうし、私も過去にデル買って、レノボ買って、で、今回はフロンティアなんで、まあね、私はそんなにこだわってないので、まあ、安くていいものが買えればいいということなので、そういう、感じで、特にこだわりはなくて、まあ、そこそこ良くて、そこそこ安いものっていうのであれば、まあ、BTO のね、私が今挙げたようなショップで買うのがいいのかなと思います。でフロンティアさんで購入するときは、この動画の下にURL 載せていますので、まあ、そちらから見ていただければ、このページにたどり着くことができますので、はい。ぜひですね、新しい時代に新しいパソコンをと、ね、マウスコンピューターで乃木坂が言ってますので、ぜひ、メモリが今安いのでね、ぜひどうぞ。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。マルチインカムになるための情報をお伝えしていますので、こちらのアイコンをクリックしてください。